私の名前は本名橋本真五味、在日名朝鮮韓国名はこの日本でキム・ホンチです。父が日本、母は朝鮮の在日三世。私は生まれた時からヤクザモンの環境、在日コリアンコミュニティの中で育ち、指がない人や入れ墨ばかりの環境で子供の幼少期の頃から育ちました。私自身もヤクザになり、ヤクザを経て自分の経験と知識をもとに政治家を目指しています。マジック見せますか。タラーン、タラーン。一番悪いこと、あれが残ってるんですよ、その怨念が残ってるんですよ、その事件で。じゃあ話せない。話せないですね。話すと結構荒れると思います。まあ、僕が殺されるとかそういうこともまだ残ってると思いますね。理想と現実、完成な住宅、安定した場所で安全なテック、いつでも更新とマイクを握って小細工はなし。橋本優、橋本さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。会計神でした。金本地こと橋本真五味です。職業、しがない小さな会社をやらせていただき、 YouTuber をやらせていただいてます。昭和の時代はやんちゃな、やりっぱなしな、でたらめな、乱暴な、だけども思いやりがあって、義理人情味があって、本当の人の痛みを知っている政治家がたくさんいたと思うんです。政治家に物事言うんだったら政治家と同じステージに立たなきゃダメだから。今の口だけ野郎の政治家に何が変えられるんですか。皆さんと同じ汗水かいて法律守ってるんです。ただ一つ言いたいの、選挙権がないし参政権がないんですよ。命があるものが。今政治家はキャリア、就職、進学、エリートばっかり集まって、人の傷の痛みなんて毛頭に考えない人たちが政治家をやっているように私の目には映っていて、よろしくお願いいたします。ガッツしかないヤクザが、根性のある気合の入ったヤクザが、もっと政治を影響を与えて担う時代を作らなければいけないと僕は考えています。刑務所から出てきてから、私が堅気になってシャバに戻った時に一番したかったのは、この日本国で税金を払いたかった。あれどうなんですか、ちょっと過激なやつ脱いだりとかするのに。あれってどうなんですか。その作品のキャラクターを思ってちゃんと脱ぐ部分を脱ぐとか、まあ、見えるよ部分見えるっていう風にやりながら多分やってるんじゃないかなと思う。あ、素晴らしい。ちょっとそっちの方をより一層押させてください。ありがとうございます。頑張ります。はい。元反社会勢力だった人間は社会に沿って乗っ取った生活を行うということが私は義務だというふうに感じましたね。場所の地域に特化した広告会社をやっていて税金を払っています。ここではある地域に密着したフリーペーパーとサイト運営をしてますが、そのフリーペーパーの意味は、その特化した地域で会社や店舗、お店をやっている人たちの広告料をいただいて、その店舗さんや会社をコマーシャルする。いらっしゃいませ。かわいいな。これうちの会社で出してるフリーペーパーなんですよね。
私がその地域に会社を立ち上げて、すごく犯罪治安の悪い場所でした。そこで経営者同士のいさかい、もしくはその経営の権利、そういったもので争い事が多々ある地域だったので、私がもともと反社だった、私がその人たちと話をして、その地域でのいさかいやトラブルを回避し収める。死後かもしれないけど、オタクの街だし変態の街だから、俺ももちろん秋葉原の人間として言うのは、俺が参加じゃないけど俺はいい付き合いをした。で、俺が何かあった時はトラブルの回避のために俺が話をする。だからその広告料をもらうのは、橋本に金を落としてるところは絶対トラブルは回避できる、何かあった時は橋本が出る、それで話をしてもらう、秋葉原はそれでもうオールオッケーというのが一つのカルチャーに俺が作ったんです。自分のキャリアとしては18から20歳まで、グレンタイ、20歳から27前までヤクザで、34から朝鮮族、この日本国の中で在日という立ち位置の人たちは平等ではないです。それは当然だと思うし、自分のこの70人以上いる朝鮮族というグループの中でも、日本人である朝鮮族としてのルーツを、私は自分の生き方をグループにしただけで、私たちの血の誓いだから。でもこれ見ててもさ、昔はリフレ本だったのが今コンカフェ本じゃないですか。本当ですよね、うん、メイドカフェは私がその会社をやっている地域に、存在する業態の一つですけど、メイドの服を着て、お客さんの接客商売をする。私はその地域の広告屋さん、前田さんは実店舗を経営されるオーナー社長。昔はね、やっぱりね、ケツがどうだとかなんだとかっていろいろこう、ね、JK ビジネスの頃、あの頃は結構トップ業者もいっぱいいたんで、そうですよね、うん、まあ縄張り争いとまでは言わないけれども、やっぱりその場所のあれで、ね、揉め事っていうのはしょっちゅう起きてましたよね。ですよね、はい、私の会社に広告料金を納めるイコール、私の方にヤクザのイメージで言うとみかじめを払うというイメージに、そこの地域では自然となっていった。もしバックトゥーザフューチャーみたいな過去未来に行ける、自由に行ける術があるんだったら、私は0歳に戻りたいですね。ただ建前を、親の尊厳と親に申し訳ないことを本音を言うんであれば、この世には生まれたくないかもしれないですね。本心を言うと、犯罪の生活をやめたいというのは、生まれて育って物心ついた時から犯罪はやりたくなかったです。ただ私の育った環境で周りにヤクザしかいない、背中が真っ黒で入れ墨のおじさんたちしかいない、指がないのが当たり前の環境で育った子供だった僕は、そういうふうに生きることが強い男なんだというふうに育ってしまったので、はい、おはようございます。いや、すごいね、あんま馬じゃないけどなんでそんなになっちゃったの？私はそれを義務として、家族やルーツを守るために
私は自分の人生を犠牲にしている部分は大きくあります。その子も強いんだね、はい、強いのかはお前が酔っ払ってたからどうぞ。そういう風になるのか。母は意地があるのか、私には会いたいとは言わないですね。母に会いに行くときに、私が怪我ばかりしてるので、これも全て自分だと思って、母が生きてるうちにやらなければいけないこの義務として会いに行きます。子供の頃からそういう風に見ちゃってるから。そうだね、まあ、もうその世界しか分かんないから、それを変えるっていうこともできないし、難しい、ね、うんうん、すごいパンチだね。私のアイデンティティは橋本さんなんですかって言われたことを何度かありますけど、すごく難しいです。答えがいびつかもしれないけど、在日です。これね、私のアイデンティティは在日です。写真です。写真、私のおばあちゃん、私のおじいちゃんですね。じゃあこの方たちが戦争で日本に来てる方たち、うん、そうそうそう。だもうこの時は全部俺に親父がいないってこと、うん、そう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 。ね、僕はなんでパパがいないのとかお父さんがいないのって聞くたんびに、うん、ちっちゃい時だからうる覚えだけど、うん、お前のお父さんはね死んだんだよとか、うん、お前のパパはねアメリカにいるんだよとか、その時その時でねエピソードが違ったから、うん、なんだろうって思ったけど、私の、うん、男親の環境を説明すると、母は10代の時から歌舞伎町のクラブに行き、歌舞伎町のクラブで知り合ったヤクザモンが父親の橋本。この人はもともと歌舞伎町の統制官、私がまだ母のお腹の中にいる時に離婚し、で母が次に知り合ったのが浅草の姉ヶ崎で、3番目が横浜の総愛会、4番目はもうヤクザモンと付き合うことに疲れてカメラを制作する会社の役員で、5番目は山口組、6番目は稲川会。私が育った環境の中で一番インパクトがあるのは、私は2歳3歳の時に鉄砲の音がバンバンバンとで喫茶店の裏口から逃げた。その時に鉄砲で弾いたものが隣にあった花瓶がバーンと割れて、その花瓶が俺の頭に刺さったんですよ。だからもうヤクザに対する怖いとかっていうものに関してはもう2歳の時から感覚はもう麻痺してるんですよ。子供の頃こうやって写真残ってるけど、ヤクザもんなった時思いどうでしたか。いやもう、まあでも周りがもうヤクザもんばっかだったから、あこれはもうしょうがないなっちゃうかもなっていうふうに思ったけど、入れずに入れたいと絶対ダメだよって言ってたんだけども、いつの間にか入ってましたと息子が指なくなっちゃって、どんな感じだった最初。お前指を落とさせた分ね、お前死ねえ早くっていう、もう私はこいつら絶対許さないと思って頭きて殴りたかったよ、ね、本当に。実の父親を含めて6人父親がいますけど、4番目のサラリーマンだけ生きてますね。ヤクザは好きなように生きて好きなような人生を謳歌するけども早く死ぬ、本当に強いのはサラリーマンだと俺は思ってます。全ての教室にキム・イルソンとキム・ジョンイルの肖像画は置いてあって、キム・イルソンの授業をする時だけレッドカーペットが引いてある
専門の教室があって、キム・イルソン将軍様の授業を教科書を受けてた。もう物心ついた時にはバタフライナイフを持っていたし、模造刀のドスを持っていたし、だからといってこの朝鮮学校だったからじゃなくて、私は朝鮮学校の中でもすごく得意な人間だったから、学校の中でもあいつはヤクザモンの子だからっていう風に見られてたから、学校の中でも差別はあったんでしょうね。朝鮮学校在学中にグレン隊組織を作って、その時30人弱いて、地元の現役のヤクザモンからヘッドハンティングされてヤクザになり、簡単にびっくり驚いたのは、グレン隊の時は自分たちのやりたいようにできた。これがグレン隊の良さであって脆さでもある。ヤクザになった時に、ヤクザって自分のやりたいようにもっと無法者で生きている人たちと思ったら全く違って、何時に事務所、いつ当番、何回どこに行かなければいけない、ギリギリギリ、かっこいいこととかっこ悪いことの価値観をヤクザは教えてくれましたね。もういいでしょ、45歳になろうとしてる人間でさ、子供もいてさ、さすがにこんな血みどろなさ世界はもう、ヤクザやってた時の先輩方だってさ、ね、何十人じゃなく殺されたり、やっぱりなかなか一般の世間じゃ考えられない、まあ、ヤクザとして守らなければいけないもの、もちろん自分のネームバリューだったり、自分のことを支えてくれてる弟分だったり、自分の弟分が3回同じことで事務所の本部と約束が守れなかったことがあって、4回目同じことがあったら、うちら若い衆みんな本部に謹慎だぞと、私の弟分が4回目同じことをやったということで、私が本部に指を届けた。しゃぶくってよれて連絡取れない、酒飲んで連絡取れない、やりたいことやったただ本当に子供の頃から指を飛ばしたがってた、飛ばしたがってたよね。なんかさ、かっこよくない、人のために指詰められるって。まあそうっすよね。それぐらい親父のために生きた過去って感じだよね。昔からヤクザはこういう言い伝えがあるんだよって教えてくれたんですけど、自分で自分の指を落とせる人間っていうのは、よその組織一つの組事務所を一個潰せるぐらいの腹ができてるよっていうのは教えてくれましたね。いや本当こんな感じだったよ。こんな感じでね、足をさこうやってやったんだよ。こうやってやったんだよ。これで指こうやって、もう自分で見たくなかったからさ、ここでこの灰皿でさ、まあでっかい、こんなでっかい灰皿でさ、これでシューこの野郎っつって、嘘だけどちょっとなんだよという感じだった刑務所服役した経験は、最初に喧嘩して2回目喧嘩、3回目喧嘩、4回目喧嘩、5回目木刀、6回目銃刀法、7回目が恐喝、8回目恐喝で、最後が大きな金額の恐喝、企業恐喝っていうのでパクられたぐらいですかね。私が27になる前
27から34で出てきたので、8年。はい。なぜヤクザを辞めたのかっていうのは、私が属していた組織が大きな事件を犯し亡くなってしまったからです。で、私がヤクザを未練がなく辞められたのは、人生をかけていたボスが私が長期パクられている間に病気で亡くなったこと、自分の親父のそばにいてあげなければいけない一番の子分だと思っていた私が自分の親父の死に目に会えないという一番親不幸を私がしてしまったこと、だからヤクザには戻らない、反社会的な勢力だったりそういったグループチームワークとしてではなく、生き方をヤクザな生き方というんであれば、ヤクザは暴力団、暴力団をやめたけれどもヤクザの生き方が私は朝鮮族の生き方、私が動けば私の周りの人間も動く、私の周りの人間たちが動く以上もちろん私もファミリーだから私も動く。まあ、仇でやっていくのにヤクザ時代に指詰めたのが、どうしても日本では偏見があるから指を作って指がないことをこう隠していかない、生きないといけないですよね。今日はお世話になる平岡製作所です。よろしくお願いします。じゃあちょっと入ってみたいと思います。大丈夫だと思いますね。ありがとうございます。先生、今回冬バージョンの指でお願いします。はい、この間以前来ていただいた時ちょうど春夏ぐらいでしたもんね。そうですね、うん、やっぱりあの日焼けの色とか落ちたりするので冬の方が少し白目になると思いますので、そこら辺細かく合わせていきますので。お願いします。指ない人とか相談もらったりとかしたら、はい、はいはい、どう思いますか？いや、なんとも思わないですね。実は小指を、まあ、日本人特有の元反社の方とかはいらっしゃらないことはないんですけど、10人いたら1人ぐらいです。うちは生まれつきとかがんとかあの事故とか、うん、そういう方が多いですね。うちはその元反社っぽい人が来てからなんかギャギャワーワー言われたことってありますか？逆に僕、お指を例えば小指だったり両方の小指だったり特に3本ぐらい、うん、あの切られてる人って、うん、なんか礼儀正しい人すごく多いんですよね。もう、まあ、そうじゃない、ずっとワーワー言ってるなっていう方もいらっしゃったりするんです。まあでも大きなトラブルは今までないですね。基本皆さん例えばその元反社の方でも現役の方でも使いたい理由が、例えば孫娘の幼稚園の入学式に一緒に行きたいから、周りのお母さんとかびっくりさせたくないから助けてくださいっていう感じで言ってきてくれるので、うん、そういうのはやっぱ助けてあげたいじゃないですか、うん、はい。一応、うん、今日の工程は終わりまして、次回に最終調整とで出来上がるというところですね。私が刑務所を出てきた時に多くのヤクザの組織が私をスカウト、ヘッドハンティングに来ました。ですけど私のモチベーションで私が大切にしなければいけないものを私は損ねることに私の刑務所でなってしまったので、丁重にお断りをしたところ、その親分方がお前は変わってるから行きなさいと言って導いてくれた道が政治家の道だったんです。だから私は政治家のその時の常任、大きな大政党の常任理事のボディーガードにつき、無所属橋本孫美、昭和平成の初期のように
政治家と暴力団というカテゴリーで言われる前のヤクザが共に共存共栄し、亡くなった私の親分や私の親父、その志を私なりに任務を遂行し、私はその人の価値を今でも高めていくために、私はヤクザというカテゴリーも勉強したものとして、表の世界と言われる政治家を目指す。みんなと同じ可能性とチャンスがあるっていうことです。年は関係ない、国籍は関係ない、ボーダーレス、ジェンダーレスの時代です。橋本まごみ、よろしくお願いいたします。黒と白を私は経験し把握したいと考えています。ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。橋本まごみです。